ということでよろしくお願いします。今回は長渕剛さんの純恋歌とイントロの部分をねハーモニカでやっていきたいと思います。やってみよう。僕の動画はね、こんな感じの流れになってます。まずはじめに曲の紹介、リクエストさんを紹介させていただきます。と次に使用しているハーモニカのキーの説明。ハーモニカはですね、一つのハーモニカがあったら全部の曲が吹けるわけではなくて、その曲に合ったハーモニカを選択しないといけません。そして3番目に、僕がね、耳で聞いた雰囲気で作った自作の楽譜を元に吹く上でのポイントをね、説明させていただきます。そして最後にその楽譜を元に指で動いたからね、実際にやってみるということで、こちらはね、スピードが3段階に分かれております。練習しやすいスピードで練習してみてください。気になるところだけ見たい方はね、概要欄の方にタイムスケジュールを貼っておりますので、その時間をねクリックしていただけたらと思います。ということでやっていきたいと思います。この曲はですね1978年10月5日に発売されております長渕剛さんのファーストシングルということで、一応ね通算2枚目ということで、なんでかと言いますと前作のね雨の嵐山という曲でね1977年にデビューしたものの活動を休止し故郷の九州に帰郷したということで、一回ねデビューされてやめられたみたいなんですよね。その後もう一回ね再デビューして発売されたんですけど、一応オリコンチャートがね最高173位ということで、まあしょうがないですよね。デビューシングルということもあって、その後ですね再レコーディングして再リリースした純恋歌92年、そちらはね最高オリコンチャート1位ということで、こちらもね動画でありますので、ぜひねこちらの動画もご覧ください。そんな感じでですね今回ね長渕剛さんの純恋歌をやらせていただいてるんですけどね、なんでねこの曲をもう一度やらせていただいてるのかと言いますと、もう 3,4 年前にねこういう風に動画を投稿させてもらってるんですよね。これがですね 3,4 年前だったので iPhone で撮ってみたり、もう自分が手で撮ってみたりしてたので結構ブレてるんですよね。自分がねあの思い出も含めてこう見返してた時に見にくかったんですよ。この動画結構再生回数回ってるので需要はあると思ったのでね、もう一回綺麗に撮り直して、今現在はねちゃんとしたカメラに撮ってますし、ちゃんと固定してカメラに撮ってますし、一応ねハーモニカのコードだけではなくてギターのコードもね合わせて記載しておりますので、そういうことも含めてもう一回収録させていただいている次第でございます。よかったらね参考にしてみてください。それではね使用しているハーモニカのキーの説明をしていきたいと思います。はい、この曲はですね、オリジナルキーがカポ2で E マイナーから始まります。E マイナーの時はね、だいたいもう G とギターのね、音の構造が似てるので、ハーモニカはね、カポ2の時の G のハーモニカを使用するということになるんですけども、カポ2の時の G のハーモニカはですね、これパワーコードの位置がですね、ここなんですよね、ここ。ここがカポ2の時の G のパワーコードなんですけど、ここはね、このカポを外した時には、A なんですよね。ということで使用しているハーモニカはこちら。A のハーモニカを使用しております。A のハーモニカはですね、本当に使用頻度が多くてですね、A と C と D、この3つはね、本当に買っても問題ないかなというふうに思います。長渕剛さんが本当に好きな方はね、G のハーモニカも買ってみて損はないと思います。まあ、今回ね、A のハーモニカで吹いてるんですけども、A の曲で吹ける楽曲はね、こんな感じでたくさんありますので、こちらの動画もぜひご覧ください。それではね、ハーモニカの吹き方の説明をしていきたいと思います。はい、それではハーモニカの吹き方の説明をしていきたいと思います。これが長渕剛さんの純恋歌のイントロの部分のハーモニカの進行コードの全てになります。あくまでね僕が耳で聞いた雰囲気でやっておりますので、その辺はご了承ください。黒い数字が吹く音、そして赤い数字が吸う音になります。この緑の矢印はベントと言います。ベントはね吸う音に限って半音を下げることをベントと言うんですけども、長渕剛さんの楽曲はね本当にベントを多用されます。なのでねベントをぜひ攻略していただきたいと思います。ベントはねまだ違う動画の方でやらせていただきますので、そちらの動画もご覧ください。この紫色のアルファベットはギターの進行コードです。ハーモニカとねギターが変わる位置合わせて記載しております。活用してみてください。吹く上でのポイントなんですけど、ポイントはね2つほどあります。2つほど、1つ目がですねベントができるかどうかですね。先ほども申し上げたんですけども、長渕剛さんの楽曲はですね本当にベントができないと好きな方からしたら、その曲本当に長渕剛さんの曲みたいな感じで、ベントがあるかないかで原曲に似せれるか似せれないかはもう 80% ぐらい決まっちゃうんじゃないかぐらい、ちょっと大げさに言っちゃいましたけど、そのぐらいベントが必要になってきますので、ぜひねベントを攻略していただきたいんですが、ベントはねまた違う動画の方でやらせていただいてます。そちらご覧ください。2つ目のポイントがですね、ビブラートを聞かすですね。最近のね長渕剛さんの歌い方だったり、ライブ音源を聞く限りではあんまりビブラート感はないんですけど、本当に発売当初の CD 音源、ちょっとこうか細いような哀愁漂うメロディーのイントロなんですけど、そこはねちょっとこう音が震えるような感じで演奏されてるんですよね。その感じを真似するにあたってですね、簡単なのがですね、笑いながら吹くですね、っていう風に普通に吹くのではなく、笑いながら
みたいな感じですね。笑いながら吹いてしまえばちょっとビブラートっぽくなります。ハーモニカだけね手で固定して吹く場合はビブラートは簡単にできるんですけども、この純恋歌に限ってはギターをしながらハーモニカを吹くのでハーモニカをね揺らせることができないんですよね。なので笑いながらビブラートをするということでやっていただけたらなというふうに思います。以上の2点をまとめますと、1つ目がですねベントができるかどうか、長渕剛さんが今日からね本当にベントが必須になってきますのでベントをねぜひ攻略してみてください。で2つ目のポイントがですねビブラートを使うですね。発売当初の CD 音源に似せるんであればビブラート吹きながらビブラートさせるんですけど、それね笑いながら吹いてしまえばできるということで、以上の2点を押さえながら実際に指で追いながらやっていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。こんな感じで僕のチャンネルではゆずさんの曲を中心にハーモニカの動画を投稿したり、弾き語りの動画を投稿しておりますので、よかったらそちらの動画もご覧ください。それでは。